どうも大野清文です。昨今のイヤホン事情について私何回か語ってますが、最近は結構予約しなきゃ買えないようなことが増えていてですね、で結構そのいいイヤホン、私が使っている AZ80 とか、あとはソニーさんの今度出る XM5 とか、3万円とか4万円とか平気でするイヤホンが結構増えてきましたよね。でそういう高いイヤホン、3万円4万円って言ったらゲームのハードが買えちゃいますよね。もう結構というかかなり高いんですよ、私の感覚からしたら。で当時その高いイヤホンが出たなーっていうイヤホンが3万円4万円だったりしてて、それが今平気で2年に1回ぐらいそのフラッグシップの新作出してくるんで、しかもバッテリーでねちょっと寿命があったりとか、まあまあそれはいいや、それは別な動画で話してるからいいんですけど、そんな高いイヤホンにもかかわらず発売日に買えないみたいな、予約なしじゃなきゃ買えないみたいな、そういうことが続いてるんですよね。でこの私がもう愛用してる AZ80、 このモデルもずっと品切れしてて、私も発売された後に注文して届いてようやく買えたみたいな感じだったんですが、で今度出るソニーのね、あの XM5 もまあ予約販売みたいなことが優先らしいので、かなりみんな興味を持ってるジャンルなんじゃないかなと私思いまして、でこういった情報を普段発信してるんですが、でこの間ちょっとした話を聞いたんですよね。そのジャニのチャンネルという二宮和也さんとか山田涼介さんがやっている YouTube のチャンネル で、まあ、とっても人気のある方々が出演されているチャンネルなんですけれども、そこでですねイヤホンを買いに行くみたいなコーナーがあって、中丸雄一さんと山田涼介さんがこうビッグカメラに二宮和也さんにプレゼントするためのイヤホンを買いに行くという動画があって、私見てみたんですよね。でそこで登場してきたのがこの AZ80 だったんですよ。で AZ80 の音を聞いて、ノイズキャンセリングも聞いて、もう3つくださいって感じで、もう3人、二宮和也さん、中丸雄一さん、山田涼介さん用のイヤホンを購入して帰るという動画があって、その影響も結構あったりして、普段こういう高価なワイヤレスイヤホンで曲を聴かない人たちにも人気が出たみたいな、そういう話も聞きました。でそこではあれですね、シルバーが品切れしていて、で皆さん黒を買われてたんですが、私がテクニクスの AZ80 買う時もやっぱりシルバーは注文してもちょっと時間がかかるって言われていて、で黒を買ったんですが、シルバーが人気みたいですね。でこういうなんていうか、一昔前はちょっと音のいいイヤホンってニッチなジャンルだったんですよね。それがもう皆さんのこう手元に届く範囲で、まあ、値段は高いですけど、みんな 手に入れようとする意識が結構近年出てきたんだなっていうことをすごく実感してます。私が最初にワイヤレスイヤホンで感動したソニーの XM3、 それからだいぶ時間が経ってますけど、その XM3 が出た後に XM4 が出たんですよ。で4の時にちょっと3の時よりもやっぱり話題になってて、で持ってる人も多かったんですよね。私の知り合いでも何人もこの XM4 を持ってる方がいて、であれ3の時はここまで浸透してなかったなとか思ったりもしてて、で4の時に結構、まあ、爆発的と言っていいかわからないけど、まあ、ユーザーが増えた感じの実感があって、で今回の XM5 ですよ。でそしてテクニクスさんも AZ80 を出して、出すたびに人口が増えてる感じがしますよね。なんかそして出すたびに品切れしてるみたいな、これは有線の高音質イヤホンの時には感じられなかった現象ですね。こう私も有線のイヤホンの時代からもすごいいろんなイヤホン聞いてきたんだけど、その時は例えばこうソニーさんがね、新作のすごいの出すだろうとか、でゼンハイザーさんが、ね、もう IE80 の新作を出すとか、そういうイヤホン界隈では話題になることがよくあって、でイヤホン雑誌がよく出てたんですよ。もう年に1回か2回ぐらいこうね、イヤホンの特集したような、まあ、ヘッドホンイヤホンの特集したような雑誌が出てたりしてて、でそこの界隈での流行りしたりはあったとしても、これだけ一般ユーザーの方が注目して浸透するってことはそうそうなかったですよね。なんで有線イヤホンの時とは全然違うムーブメントがこの高音質ワイヤレスイヤホンの世界で起きてるなって気がします。で羽生結弦さんがこうイヤホンマニアで様々な音のいいイヤホンをしてるっていう噂はよく立ってたんですよね、まあ、有名な話で、まあ、有線イヤホンの頃ですよ。
ただそれでもみんなその真似をして音のいいこう有線イヤホンを買うってことをそこまでしてなかった気がするんだけど、今回のそのね、あの二宮さんのチャンネルじゃないけど、同じぐらい高いイヤホンなんだけどワイヤレスイヤホンにはこう割とお金を使うっていう、そういう意識がどっかあるのはなんでだろうと普段から私考えてるんだけど、まあ元々はあれですよね、そのアップルの AirPods、 これがヒットしてからなんとなくワイヤレスイヤホンに興味を持ったっていうところがまず一つあるだと思うんですよ。でただ AirPods を購入する欲望と購入欲とこの音のいいソニーさんとかテクニクスさんのイヤホンを買うというこの購入の欲ってちょっと違う気がしていて、AirPods の方は iPhone の延長の気がするんですよね。 Apple Watch とかああいうアップルが出すガジェットに興味があるような人が、その延長でイヤホンも行くようなイメージなんだけど、この今回のテクニクスさんとかソニーさんのイヤホンに関しては、そういうアップルファンの人が買うっていうよりも、音のいいものを求めてガチで買うとか、そういう人がもう男女問わずに増えた気がします。で、一度いい音を知ってしまうと、あれなんですよね。その次回作安いのに安くて音の悪いやつにしようかってならないんですよね。絶対不満が出るんですよ。なので一度でもいい音のイヤホンをその経験してしまった人は次もきっといい音のイヤホンじゃなきゃ満足できないんですよ。毎日使うものだったりするから。なので費用対効果が大きいんですよね、この音のいいワイヤレスイヤホンっていうのは。まあそういうこともあって有線イヤホンの時代よりもこういい音に触れる人が多くなったんだと思います。結構いい音に触れちゃったらもうさっきも言った通りもう戻れないんだよね沼と言います、これ沼と言いますよ。戻れないんだよ。もう気に入らない音で毎日過ごすの嫌なんですよ、いい音で聞いちゃうと。なので今回のテクニクスさんのね AZ80 とかで音一回聞いちゃうともう他のイヤホンで聞けなくなったりすることあると思う、正直。でもう安くてもいいから音の悪いものでってならないんだよね、一度知っちゃうと。なので今回品切れしてるっていう話聞いて AZ80 がね。で今度ソニーさんの XM5 でしょ。そしたらもういい音を知ってる人口が今爆発的に増えてるだと思うんですよね。これを聞いてる皆さんもきっともういい音を知ってしまったんで もう戻れませんみたいな人いると思いますそしたらもう沼ですからね、もう戻れないですね。次もきっといい音のイヤホン買うでしょう。ここから先の人生はきっとそうだと思いますそういう何が言いたいんだって動画ですけどね、ちょっとしたそういう小話でした。私もねずっと昔安いイヤホン使ってたんだけど、こう有線のイヤホンの時代ですよ。一ついいイヤホン買ってから、あれはもう手話の E2C だったかな、それからもう戻れなくなっちゃったもんね。もういい音を探し求めてずっといい音を更新していきたいみたいな、そういう感じの耳になっちゃってたりもするので、まあね、知った皆さんはまあこうか不幸かもう沼にようこそって感じですけどね。はい、というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。大野清文でした。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。その好き